走るの早い、走るの早いとビビる、ビビッコビビ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 ッコ。はーい、村上美穂です。はい、今8時15分福岡空港にいます。はい、今日は何をするかと言いますと、福岡一日で丸々満喫してきます。雨です。はい、今日は福岡空港に朝8時15分に一番最初に飛行機が着くので、そこの時間から最終便までのこの間で福岡を一日で丸々満喫したいと思います。はい、じゃあもう早速向かいましょう。市営地下鉄福岡空港線を使って福岡空港から天神までが260円、西鉄天神大牟田線特急が西鉄福岡から西鉄二日市までが350円です。福岡空港線から西鉄大牟田線へ乗り換えます。西鉄太宰府線を使って西鉄二日市から太宰府までが160円。はい、太宰府に到着しました。空気が変わった感じがしますね。はい、太宰府に着いたんですけど、ちょっとお腹が空いたので、今からこの駅の目の前にある明太フランスパンを食べに行きたいと思います。はい、山屋さんの明太フランスパン買ってきました。あったかい、330円です。いただきます。明太子、おいしそう。ちぎれんすごい、山屋さんのだからもうガチ明太子ですよね。いただきます。焼いてくれたんですよ、そういえば買った時に。めっちゃうま。はい、太宰府に来たのは決して明太フランスだけのためじゃないんですよ。美味しかったですけどね。本当に行きたいのは太宰府天満宮です。私はもう何回も行ってるんですけど、もう福岡以外の人もみんな行ってほしいところなので、今から向かいたいと思います。あ、ちなみに今はですね、何時かな、今10時2分です。行ってきます。マジで美味しい、やばい。次はメガエムズ。太宰府天満宮に着きました。すごい、池と橋です。さあ、というわけで今からは太宰府天満宮の中に入って観光したいと思います。そしてあちらにですね、もう見えるんですけど、金色の牛さんがいるんですよ。あの牛さんは頭を触るとなんかいいみたいなのを聞いたので、今から並んで動画を撮ってきます。触ります。頭を触るとらしいです。かわいい。すごーい、池です。鯉もいるんですよ、かわいい。橋、長くて大きい橋です。はい、じゃあまずはここで手を洗います。お願い事をすると思うんですが、私はですね、今回秘密で何をお願いしたかは秘密で行きたいと思います。まあ、気になる人も多分2人ぐらいだと思うんで、はい、でそれで、参拝の次はこちらです。じゃじゃん、エマです。エマを描きます。お正月仕様みたいな感じでネズミの人がなんか描かれてます。かわいい。令和2年、今エマを描きました。たくさんの人笑顔にできますようにというお願い事をしました。じゃあ絵馬かけます。はい、今太宰府天満宮の奥にあるお店で梅がえを買いました。もうホクホク、湯気が出ないかいただきます。うん、おいしい。あんこが甘すぎなくてね。
で、牛トラウタツミみたいなやつと1月から12月まであるんで、多分自分のやつを選ぶんですね。じゃあ、100円。私はうさぎ年のうの12月なので、くまはい、じゃあさっき引いたおみくじを開けたいと思います。でも去年本当に大吉5回ぐらい出たんですよ6回ぐらいおみくじ引いて5回出たんです。いきます。で大吉、大吉、すごい嬉しい。ちょっとじっくり読みますね。病治る、信心せよ。私は信心すればなんかいいっぽいです嬉しい、結びます。ここにしよう。やばれた、はい、今あそこの、あ、なんて読むんですかね、陽子校、陽子校の豚まんを買ってきました。いただきます。なんか食べ方があって、このここの麺を上にして食べるんですらしいです肉汁がめっちゃ溢れるらしいんで、いただきます。待って、ビビってちょっとしか食べれなかった。うん、おいしい。めちゃくちゃ美味しい。なんかパンがもちもちしとる。ぶつどりなんか見て、玉ねぎがめっちゃ大きくて超甘いで、めっちゃ具が大きくて食べ応え 100%。 福岡県民だけか九州県民だけか分かんないけど、肉まんに酢醤油かけるのは当たり前なんですよ。東京とかなんかやんないみたいなんですけど、なので酢醤油かけていただきます。美味しい全然出てこん。いただきます。やばいやばいやばい、絶対かけた方が美味しい。むっしゅ、地道。太宰府天満宮に行って肉まんとか食べたりして、で最後帰りに山屋さんで明太チューブを買いました。お土産です。まあ、いっぱい食べたりしたんですけど、この後はまたお昼ご飯を食べにあるところへ向かいたいと思います。行くぞ。